今回は箱根で新規オープンしたおすすめのグルメスポットを4つ紹介するぞ。最近箱根に行けてない人や何回も行っていて定番のグルメは食べ尽くしたって人はぜひチェックしてみてくれ。歴史ある箱根にどんな新しいお店ができたのか楽しみだな。最初に紹介するのは箱根登山鉄道の大平台駅から徒歩5分の場所にあるスイッチバックカフェだ。旅館箱根上の湯の1階にある。名前にもなっているスイッチバックとは、険しい斜面を上り下りするために電車が方向を変えながら進む方法のことで、最寄り駅の大平台駅は沿線3カ所あるスイッチバックポイントのうちの一つだ。歩行者用の踏切に差し掛かると左側に見えてくる旅館、あそこの1階にお目当ての新しくできたカフェがあるぞ。ここがスイッチバックカフェ。2021年9月にプレオープン、正式なオープンは2022年9月という新しいカフェだ。店内には可愛らしい小物も置いてあって和やかな雰囲気だ。いろいろな雑誌で紹介されているようだな。オリジナルのお土産品も売っているぞ。お食事をいただくことにしよう。食べ物も充実しているな。もちろんカフェらしいドリンクやスイーツもあるぞ。今回注文したのは姫の水プレート。プレートにはお味噌汁、ご飯、そして箱根の湧き水、姫の水を使った日替わりのおかずが含まれる。こちらの酵素玄米はもちもちで美味しく、ダイエットにもいいんだそう。いただきます。とても美味しい。お、ちょうど電車が来たぞ。健康的な料理にのどかな景色、リフレッシュするには最高のカフェだな。次に紹介するのは小涌谷駅から徒歩2分の場所にある箱根ピクニック。ここはご夫婦が経営する台湾料理のお店。2021年の6月にオープンしたこのお店は、店内だけでなく持ち帰りできるピクニックセットやデリバリーにも対応しているぞ。中に入ってみよう。店内は明るくてスパイスの香りで実際に台湾に来たような気持ちになれる。1階で会計を済ませてから席に行くスタイルのようだな。上の席を見に行こう。2階には座敷にソファー、テーブルにカウンターの席がある。木の柱と大きな窓から差し込む日光で温かい気持ちになるな。カウンター席からは周りの景色が見える。外を見ながら食べるのも良さそうだ。早速メニューも見てみよう。オリジナルの台湾料理や手作り豆腐、台湾の代表的な飲み物タピオカもあるぞ。お、商品が来たぞ。いろいろ飲んでみたくてついつい注文しすぎてしまった。人気の台湾スイーツ豆腐も注文したぞ。具沢山だがヘルシーな食材ばかり。いただきます。優しいお味で美味しい。シロップは生姜シロップやミルクに変更も可能。ぜひ試してみてくれ。3つ目に紹介するのは宮城野にある自然薯農家レストラン山薬。ここは箱根宮の下にある行列店の新店舗。2022年8月にオープンしたばかりだ。こちらのお店ではすべて自家農園で育てた自然薯を使用しているんだ。とても楽しみだな。飲み物はセルフ式となっている。アルコールもセルフなんだな。食事はタッチパネルから行う。そして注文した料理は自動で到着する。これが注文した自然薯三昧御膳だ。自然薯生トロと自然薯ステーキ、そしてとろろそば、どれも非常に美味しそうだ。いただきます。とても美味しい。次は他の自然薯料理も選んでみよう。最後にご紹介するのはルートコーストア&カフェ。ここはアウトドア製品を販売するルートコーが2022年5月6日にオープンしたブランド初となる直営店。ルートコーの商品はもちろん、直営店限定商品の販売も行っている。お店の前にはテントもあり、キャンプの雰囲気を味わうことができる。こっちはタープだ。本格的で気分が上がるな。実はここ、店内に商品を販売する隣にカフェスペースが併設されているんだ。カウンター席からは外が見えるぞ。天気がいい日に来られてラッキーだった。
このお店では様々な製品を販売しているぞ。いろいろ手に取ってみたくなる。こちらがカフェのメニュー。飲み物の他にも軽食もいただけるぞ。オリジナルブレンドのアイスコーヒーとオリジナルホットドッグをいただくとしよう。たっぷりのチーズが美味しそうだ。いただきます。出来たてで美味しい。アウトドアに詳しくなくてもとても楽しめるお店だ。ぜひ行ってみてくれ。今回は箱根に新規オープンした4つのお店について紹介した。これからも箱根で新たにオープンしたお店について知りたい方はどこよりも早く紹介していくので、チャンネル登録をして待っていてくれ。次回の箱根旅もお楽しみに。